皆さんこんにちは、かしこまりとバディです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ちょこちょこちょこというわけでですね、早速じゃん、今回の企画をご説明したいと思います。聞き酒選手権。お酒飲めんの？お酒飲んでください。好きなだけ飲んでください。嘘、もうこの三ヶ月はもうちゃんまりは酒漬けだったんだよ。まず焼酎がございまして、うん、それをお水で割ります、うん、割りますよね、そりゃ、うん、割った割合を当てて当てていただこうと思います。どうしたの？焼酎でしょこれ。焼酎です。じゃあだってもう 20% とかそういう感じじゃないの？ 25% です。そんなお酒をさ割らないで飲ませようとしてるの？だから全部綺麗に当てることができたら、うん、おめでとうございますって感じです。で、失敗したら、うん、まあ、1からやり直します。いいよ、はい、いくらでも飲んであげましょう。まず基準となる、うん、5:5、これか、これを基準とします。で、あの、飲み直しできないんで、うん、まあまあ濃いめだよ ね、 いいですよ、ね、好きに飲んでください、全然。あの、ガバって言っちゃって大丈夫ですよ、この回。あ、濃い、濃い濃いね、5:5。5:5、まずどれでもいいですよ。はい、取って飲んでいただいて、これは何体内です、うん、お酒がどっちですっていう感じで言ってください。わかった、はい、F F。 あー、どうですか？めっちゃ酒、めっちゃお酒。さっきと比べて、うん、濃ゆいですか？濃い、濃いですか？あー辛そうですね。これはね、はい、8:2。その根拠、え、めっちゃ濃いけど、うん、現役ではなさそうな気がする。現役ではなさそう、うん、現役というか、まあ焼酎ロックではなさそう、うん、なんと今飲んだお酒、うん、10:0でお酒のみでございます。お酒のみだったか。はい、あ、じゃあやり直しじゃん。基準値のお酒を飲んでいただいて、これな、はい、これがもうね、濃いんだ。きついですね、ゴロゴロってきついですよね。 F F。 さあどうでしょう。難しい。でもさっきのより濃い。10割、うん、まんまお酒も一回飲んでるわけじゃないですか。確かに。それと比べてまたどれぐらいなのかっていう、どうでしょう、判断基準。なんかちゃんまりのね、思うね、10割が意外とね、もっと濃いようなのを想像していたから。あー、なるほど。わーってくるようなお酒を、そう、そこから導き出す答えを。8割8割、うん、6:4で6がお酒です。難しいなぁ。匂いから入りました。見直してます。水、水だ、これは水だ。本当ですか？水、絶対ですか？絶対水。これまた外しちゃったらやり直しですよ、これ。分かった、水。いいんですか？いいよ。なんと正解です。もうマジで本当うざ。じゃあ隣の、はい、いいだね。あー、これ10割じゃないかな。あ、結構濃かったんですか？濃い、濃いですか？めっちゃ濃い。水飲んだ後だからかもしれないけど、水飲んだ後だから余計濃さが、めちゃくちゃ濃い。10割8:2です。残念。じゃあまたシャッフルしますね。テンション上がってきましたね。美味しいですか？美味しい、美味しくなってきましたね。じゃあ F 飲みます。早いですね。さあどうですか？これは水だ。水です。0:10です。いいのお酒飲みます。1割かな。本当ですか？10割かな。どっちですか？8割。8割でございます。やったー。はーい、これは、はい、2割。お酒2割正解です。あ、4割。ちょっともうちょっと感想いただいてもいいですか？匂いがね、お酒の匂いが薄い、はい、お酒の匂いが薄いけど、お酒の味は少しする。お酒の味は少しする。4割。正解です。4割です。よっしゃー。さあ最後、もしかしてこれ見えてきたんじゃないか。最後当てれば、うん、はい、いや、これもう大丈夫だと思うんだけど、どのお酒飲むか言ってもらえますか？ B B のお酒、はい。ああ。はい、10割だね。10割ですか？10割だね。 B のお酒ですよね。うん、え、違う？
あと残ってるの10割と6割でしょ。10割と6割です。10割、これは10割。え、違うの答えは、うん、6割のお酒です。楽しいですかこの企画。うん、ああよかった。つまみください。つまみを。つまみは当店ご用意しておりません。残念です。匂いが酒です。いや、そりゃそうですよ、お酒入れてるんです。あー、さあどうでしょう、こちら。あの、喋ってもらっていいですか。6割、8割、10割はね、うん、分からないんじゃ。いやいや、さっき分かってましたやん。6割8割です、ごめんなさい。 F からいくよ。 F の先からいきましょう。じゃあ飲んでください。どうでしょう、水。いや、あの、それを当てるゲームなんですけどね。2割かな、2割。あ、2割ですか。水か。いや、それは分からない、それは分からない。それは分からないですけど。これは2割だ、酒の匂いがするんだ。しますか。うん、F のお酒は、うん、2割のお酒です、正解。はい、どうでしょう、8割大正解。じゃあこちらお水になっております。来ますか、結構来ますか。これは4割じゃ。4割ですか。4割じゃ。これは自信を持って言えますか。自信があるのじゃ。じゃあ行きます。こちらのお酒、うん、6割のお酒になっております。さあやり直しです。ギブします。よし、はい、基準値のお酒ですよ。基準値のお酒飲みましょう。これ本当に5割？5割です。もうバカになってきましたね、お口の方が。2割2割ですか。違いますか。いや、どっちですか。いや、2割ですよ。2割ですか。4割ですか。だからどっちですかって聞いてるの。2割。2割でいいですね。いいよ。これ4割ですよ。あー。じゃあ基準値のお酒を飲んでいただいて。オッケー。はい、行きましたね。これはどうですか、酒じゃ。いや、そうです、基準値です。5対5ですよ。玉井さん、最初なんて言ってるか教えてあげましょうか。うん、これ濃いって言ってましたよ。嘘。ほんと。水。いや、2割正解です。2割のお酒でーす。怖え、危ねえ。10正解。6正解。さあ、次 C のお酒いきましょう。どしたんですか。うん、なんでもないよ。大丈夫ですか。ですか。正解です。やったー。さあ、最後です。待って、あと何これを当てれば、これを当てる。4割のお酒か8割のお酒です。おお、じゃあもういける。うわぁ、濃いですか。うん、あのね、当てちゃうわ。はい、8割いいんですか。いいよ。企画成功したら企画終了。うん、さあ、みんなバイバイになっちゃいますけど、つまみが欲しいんじゃ。8割ですか。8割です。正解、8割です。よっしゃ、おめでとうございます。すべてのお酒を当てました。どの割合のお酒が一番美味しかったですか。基準の5対5かな。5対5。最初濃いって言ってたお酒が結果一番美味しく飲めるお酒、5対5になります。おかしな話。おかしな話ですね。深く息を吸って